です、前回に続いてエボ2代目、行ってみたいと思います。前回のね、人手さんのお知り合いということで、またこっちもなかなかいい感じのエボなんで、詳しく聞いていけたらなと思ってます。それでは行ってみましょう。はい、よろしくお願いします。エボ Q さんでよろしいでしょうか。そうですね。はい、じゃあ、早速なんですけど、エボの年式とか仕様とか教えてもらっていいですか。はい、平成18年のエボ9、はい、GSR になります。一応仕様はですね、ブーストアップで作ってます。まあ、車検対応で作っているつもりです。はい、はい、こっちも結構ボルテックス系の見た目で、本物のボルテックス、ね、本物のボルテックス、ね、中華製大好き。エアフェンダーはいかがでございます。偽物です。偽物わかんねえ。お店の人にこんなもん持ってくんじゃねえと怒られました。そうなんですよね。じゃあちょっと、詳しく教えてもらいたいと思うので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあまず外観から聞いていきたいんですけども、フロントバンパーはどこのメーカーですか。みんな大好きボルテックスさんです。はい、ストリートバージョンになります。はい、こっちは本物ですね。本物ですね。あの前のやつもバンパーは本物です。あ、そっか、前、ま、これは失礼しました。同じくストリートバージョンですね。これはもうあのサイバーエボを知ってる人たちは ね、 うね、もうみんな憧れた、憧れて、そうですね。でサーキットバージョンの方はちょっとやりすぎだっていうところで、そうですね、もちろんあっちもかっこいいんですけど、はい、ストリートバージョンの形が結構気に入ってるので、はい、こちらをチョイスしました。はい、はい、この2段カナードなんかもね、レーシーで、もう、 そうですね、中高生みんな憧れるみたいな。みんな大好きだ。はい、はい、フロントはもうバンパーぐらいですかね。そうですね。はい、ちなみに三菱マークなくなってるんですけど。そうですね、やっぱ純正のやつを移植できないかって話したんですけど、はい、ちょっと難しそうだったので、なるほど、そのまま外しちゃいました。はい、バンパー変えるときに。そうですね、はい、なるほどです。もともとボルテックスさん の、はい、メッシュを、まあ、ちょっと黒く塗ってもらってつけましたね。はい、はい、じゃあ、サイド回っていきたいと思います。はい、かっこいいフェンダーがついておりますが、これもボルテックス。そうですね、はい、ボルテックスさんのダブルワイドになってます。はい、はい、本物です。本物です。やっぱ本物は結構簡単につくんですか。いやー、どうなんですかね。ちょっとその詳しい話は聞いてないんですけども、はい、やっぱりまあいわゆる中華製よりは地理は出るのではないかなと、はい、まあ、そうですよね、やっぱり本物なので、そうですよね、はい、と思います。はい、このダクトの抜けとかもね、やっぱレーシーで機能美的なところもあってかっこいいですよね。でホイールとか見ていきたいんですけども、あ、ボルクレーシングですね。そうですね、はい、T3 の SL、まあ、これが履きたくてワイドにしてやるもんで、こだわって8ヶ月待ちました。これオフセットいくつなんですか。プラス15になります。はい、で 10.5J ですね。はい、はい、10.5、はい、で、あれですね、ワイトレで少し出したんですね。そうですね、ダブルワイドの部分、うん、ワイトレで 30mm 出してます。はい、はい、ここの部分ですね。そうですね。あ、じゃあこれを外してワイトレも外したらちょうど面に、ちょうど面になると思います。はい、はい、で T37、 もうこれが廃盤なんですか。廃盤決まってるところで、ジフォスさんに作ってもらえるってことで、ギリギリオーダーがかかって、それで、まあ、作ってもらって、まあ、8ヶ月ぐらい待ちました。やっぱみんな大好き T37。 そうですね、逆ぞり、これが大好きで、まあ、前のホイールも37だったんですけど、やっぱりちょっとフラットだったので、はい、この根茎部ですか、そうですね、これが憧れで、ここですね。そうですね、やっと履けました。もう最近は GTR サイズとかって言わないんですかね。そうですね、GTR サイズって言わないですね。結構使うんですけど、このちょっと昔の人たちっていうんですかね、この逆ぞりオフセット、まあ、オフセットが10とか0だとかっていうのを GTR サイズとかって言いますね。はい、まあ、昔の人間なんて言ってます。はい、で、ブレーキキャリパーは純正のブレンボーですね。ブレーキはちょっと純正で頑張ってるんですけど、本当は欲しいんですけどね、はい、まあ、なかなかちょっと高いので順番違うだろうって言われそうなんですけど、まだ一応ノーマルのキャリパーで、はい、あとパッドだけエンドレスさんの CCR 使ってとりあえず頑張ってます。はい、もうね、走ってる感じの焼け方がいいですね。最初は赤くて綺麗だったんですけど ね、 そうですね、こうなってしまいますね、どうしても、はいはい、ランサーのキャリパーってなんかこのクリア剥げる感じでやれていきますよね。そうですね、剥げちゃって、うん、やっぱりこうくすんできてしまって、はいはい、で、ローターも変わってるんですけども。そうですね、ローター本当先週ぐらいに変えて、ちょっと前ディクセルさんの SS 使ってたんですけど、ちょっとジャダーが出ちゃったので、うん、今回ちょっとプロミューさんのに、まあ、納期とかその辺の絡みで変えました。うん、はい、僕もそのディクセルの FS 使ってた時は、はい、ジャダ出たんですよ。やっぱ相性あるんですかね。ちょっと1年ぐらいしか持たなかったので、まあ、外してみた時はそんなに
歪んでる感じじゃないんですけどね、うん、もしかしたら相性的な、あとはちょっとパッドが低い温度のやつで頑張りすぎちゃったから、はい、温度上げすぎちゃったのかもしれないですね。ちょっとそこら辺はいろいろあるかな、ね、ってところですね。ローターが悪いわけじゃなくて、多分運転者の問題だと思います。サイドに行きたいんですけども、はい、サイドステップもボルテックスですね。そうですね、はい、はい、でビューっと来てリアのオーバーフェンダーついてますが、これは本物ですね。これは本物です、はい、でリアのホイールオフセットとかはいくつなんですか。これはフロントと同じで、一緒で 10.5J のプラス15での投資で、ね、はい、はい、やっぱローテーションできる方がいいので。そうですね、はい、でワイトレも同じ 30mm で、はい、はい、じゃあ、ウィングなんですけれども、はい、これボルテックスですね。そうです、ボルテックスの前のやつと違う V マウントではなく、はい、普通のノーマルのマウントで、はい、一応1500で一応車検通すように1500にしておきました。本当は1600と入れたいんですけどね。そうするとやっぱちょっと長さが厳しくなっちゃうん で、ね、はい、出ちゃいますもんね。ちょっとワイドの寸法でもちょっと厳しくなってそうですね、はい、効きそうな2段ウィングですね。そうですね、なんか G-Force のお客さんって2段ウィング多いですね。そうなんですかね、ちょっと私分からないですけど、このタイプやっぱエボ見合うから人気があるのかもしれないですね。ゴツゴツ感というかタイプ5ってやつですかね、はい、はい、はい、リアバンパーはノーマルですか。そうですね、ノーマルです、はい、これは全くノーマルままですね、はい、でもね、こうエボ級だってこうエボ8とかもですかね、こうボルテックスジェネレーターじゃないですけど、このディフューザー感があって。そうですね、エボ8までは普通のスガンっぽいバンパーなんですけど、うん、エボ9からちょっとディフューザーちょっとレーシーな形になって、ね、まあ、これはこれで気に入ってますので、うん、なんか9から全体的にこうエアロ系を取り入れたような。結構あの7、8乗ってる方でもエボ9のバンパーに変えてる方結構いらっしゃる。はい、はい、じゃあちょっとエンジンルーム見せてください。はい、はい、じゃあエンジンルーム見せてもらいたいんですけれども、エボ9なんでマイベックがついてます。はい、でこれが最近なんかオーバーホールされたと。そうですね、あの去年あのジオスさんでオーバーホールしてもらって、一応、ジオスさんのコンプリートエンジンの1個上のクラスっていうタイプでやってもらいました。あ、それはこう、はい、ノーマルと何が違うんですか。確かコンロッドボルトとか強化品を使ったりとかして、あ、まあ、400ちょっと馬力ぐらいには一応対応できるような作りになってるみたいです。はい、全体的に剛性が底上げしてあるような。うね、はい、あとはちょっと今のところなんか中リューターでちょっと段付けを削ってくれたりとか、そのぐらいはしてくれてるみたいですね。やっぱ新しいエンジンはいいですか。そうですね、あのトルクがモリモリした感じがすごく乗りやすくなりましたね。そうですよね、はい、新しいエンジンは。そうですね、やっぱいいですね。はい、はい、で基本的にはブーストアップなんですね。そうですね、ブーストアップで一応給排気やって、まあ、原車でコンピューターそれも G-Force さんで合わせると、はい、はい、そんな感じですね、はい、はい、で、まあ、ちょっと気になるのがこの ARC のエアクリボックスなんですけど、はい、そうなんです、インダクションボックスってやつだったと思うんですけど、はいはい、あの見た目がなんかかっこよくて、はい、で ARC って結構そういうインタクラとか有名なメーカーじゃないですか、はい、だから性能申し分ないだろうなと思って被らないしこれにしたんですけど、性能的にはちょっとわからないですねでもこう遮熱効果とかはありそうですけどね。そうなんですけどね、やっぱ上の方と横が吸うようになってるので、うん、はいはいはい、まあ走ってるのは大丈夫なのかなっていう部分がありますけどね。吸気音とかってどうなんですか。一応やっぱりあの純正のブローフでもプシュって音はやっぱ、はあ、聞こえるようになりますね。はい、でもこの、インテークが透明の吸気のパイプに変わってるんですよね。そうですね、これは今回のオーバーホールした時にノーマルだったんですけど、はい、セッティングする時にノーマルじゃちょっときついなって美容さんに言われたんで、やっぱ吸われてへこんじゃうんですね。だからそこは今回変えました。はい、はい、で、これタービンはインコネルですか。一番壊れないやつだと思います。インコネルですよね、はい、一番いいやつですね。そうですね、それだと思います、はい、もう15万キロなんですけど、はい、まだ壊れてないんで一応持ってるかなって感じですよね。はい、エボ級はそうか、マグがあって、はい、チタンってないんでしたっけ。あるんでしたっけ。確かチタンでなんかあったんだったっと思うんですけど、ちょっとそのタービンの種類がよく分かってなくて、いっぱいあるんですよね。なんか新車で売ってる時にメーカーオプションと純正と逆転現象になったとかって噂があったじゃないですか、はい、納期が、はい、なんかそういうのもあってなんか何種類かあったと思いますよね。はい、はい、で駅前にのカバーが ARC のがそうですね、一応純正はちょっとかっこ悪いんでそこだけ返させてもらって。確かに純正かっこ悪いですわちょっとかっこ悪いんですよね、はい、はい、で、ラジエーターがトラストのみ。そうですね、はい、ノーマルはちょっとパンクしてしまったので変えました。はい、これアルミ3層とかですか。いや、なんだろうな、ちょっとその辺もよくわからないですけど、結構でも肉厚な感じなんですね。そうですね、ちょっと純正よりは厚くなってますね、うん、でも買っても4万しないぐらいのやつなので純正プラス5くらいかな、性能はあったと思います。はい、
純正だとちょっとカシメのところ割れてきちゃって、ね、パンクしちゃうっていうのが、はい、これはもうやっぱりしょうがないいいところですよね。そうですね、うん、やっぱり性能はノーマルがいいって言うんですけど、うん、10万キロ超えてくるとどうしても、ね、うん、エボの持病というか、うん、みんな漏れちゃいますよね、はい、で、ブロンフが透明に変わってるんですか。一応透明の強化品に変わってます。ノーマルでも十分らしいです、うん、そうですね。なんかコースタップするときは変えろって言われたんですけど、はい、ジョスさんに聞いたらノーマルが一番いいよ、サージングとか起きなくて言われましたね、はいはい、これ勝手に僕の持論なんですけど、はい、10のブローオフが結構いいんですよ。あ、そうですか。エボ10のが、あ、だからあの、まあ、本当割と新しい年式のエボ Q とか CT 系は結構大丈夫だと思うんですけど、はい、エボ4とか、はいはい、5、6の人って確かもうだいぶやれてきちゃってて、はい、あれにエボ10のブローオフつけると結構良さげだと思います。つくんですか。つきます。ポン付けでつきます。僕は6につけたんですけど、はいはいはい、具合良かったです。そうですか。じゃあエボ10を買ってみて、まあ、出ますかね。、まあ、でも社外に変わってるんで問題ないと思う。そうですよね。純正流用が好きな人はそういうのもあるっていうところですね。あ、はい、勉強になりました。いやいやいや、そんなそんな。はい、で、マクスコのタワーバーが、ね、3点のがついていて、足はテインですか。テインの、モノレーシングってやつ、はい、去年買いました、はい、それまではあのクスコさんの 02E っていうのかな、はい、使ってたんですけど、やっぱ10年経っちゃったので、だいぶもうちょっと懐かしいですね。そうですね、へたっちゃって。一応あのオーバーホールもあの聞いてみたんですけど、はい、やっぱちょっともう部品が出ないので、あのテインさんに買いました、はい、乗り心地とかどうですか。いいですよ。あのやっぱり中から減衰も変えられるし、はいはいはい、そこはもう全然最高ですね、はい、そう、これいいですよね。そうなんですよ。クスコさんの時も、はい、あの中から変えられるやつつけてたので、それつけちゃうともう離れられなくなっちゃう。戻れないですか。こんなことやってない。そうなんですよ。だ、本当はそのオーリンズさんとかね、そういうのがいいのがあるんですけど、これがある方が僕はいいんですよ、ね、だってエボインプはやっぱもう下からなっちゃいますもんね。なっちゃいますもんね。8上からいけるんですよ。あ、いいですね。石門。あ、いいですね。はい、排気系教えてもらいたいんですけど、あ、カービン、アウトレットは透明さんと、はい、あとフロントパイプも透明さんを使って、マフラーは HKS さんのハイパースペック R の、はい、まあ、フルチタニウムですね、乗車検体用のやつです、はい、でこれでメタルキャタライザーは、はい、CHRS さんのオリジナルのやつがついてます、はい、ブーストアップってことなんですけど、はい、パワーはどのくらい出てるんですか。昨年あのジオさんでセッティング出してもらった時には365馬力でトルクが49ぐらい出てますかね、はい、だから結構優秀な方だと思います。トルク出てますね、はい、一番扱いやすいぐらいのスペックですよね。 はい、でそれ以上やっぱパワー出すにはもうマフラーもっと抜けるようにしないと、はいはい、やっぱ排圧が上がっちゃってブースト上げられないってことなので、やっぱり車検体で作ってますから、ね、これ以上はちょっと太いマフラーにはちょっとできないなって思いますね。なるほどです、はいはい、座らせてもらってます。内装なんですけれども、もういい感じですよ。ノーマル前から、ちょっといじってある感じがあって、さっきがね内装ない車だったんでね、そのギャップでとても座り心地とか居心地がいい感じがします。僕はこんくらいの方が好きかもしれない。はい、で、変わってるのが、ステアリングがモモに変わってます。でシートがスパ、あ、違う、レカロだ、スパルコかと思ってました。シートがレカロに変わってます。でベフィーの追加メーターが入っていて、あとはあれですね、 EDFC がここについてますね。これはあれですか、もう走る時用のセットと普段乗りセットがボタン一つで変えられたりするんですか。そうです、登録がチャンネルがあってできるようになってるんですけど、はい、基本的にはもうあんまりセッティングとかそういう細かいことできないので、前後同じ硬さでこう1個ずつ上がるように、あ、2個ずつかな、上がるようにこうセットしてやってます。で、まあ、走る時ちょっと硬くしてとか、そで、あとはそのこれのすごいところが G センサーついてて、あ、減衰自動的に変えてくれるモードがあるので、はい、サーキット走る時はそれも使ったりもします。いいですよ。そうですね、そうするとブレーキ踏んだ時はフロント減衰上げてくれて、加速する時は逆みたいなのが一応なってます。はい、で、あ、そうだ、これ6速なんですよね。そうですね、もうラインなのでノーマルの6速ミッションなんですね、はい、はい、これってこのギア比だと例えば6速で7000まで持ってったら何キロぐらい出るんですか。一応タイヤの外径とかその辺で計算するホームページがあるじゃないですか、はい、そうすると260ちょっとぐらいが理論値なんですけど、はい、実際264ぐらい出ました。あ、だから優秀かなと思って、うん、まあ、もちろんエアロとかつける前のノーマルの時の話なんですけど、うん、
やっぱ5速よりは上が多少いけるんですね。一応これメーター260じゃないですか。だからメーター振り切るまでは出ましたね、うん、ちょうど本当6速7000回転、うん、はい。なんかよく6速の方がちょっと弱いってのは聞くんですけども、そうです、ね、トラブルとかってありますか？今のところないですね。やっぱりそのブーストアップぐらいだったら問題ないかもしれないですね、うん、ちょっとやっぱり400馬力以上パワー出すとちょっと6速は厳しくなってくるのかなっていうのは聞きますし、うん、先日その友達が4速いっちゃいましたので、あ、はい、やっぱそれ400馬力以上出てるってのがあったので、うん、まあ、でもちゃんとメンテナンスしてれば大丈夫、ね、ってところですかね。壊れるとかそういうのはないと思いますね、うん、はい、内装はそんなところですかね。そうですね、本当に親近感湧く内装でとても素敵です。やっぱり、はい、快適装備が必要なそうですね、はい、パワーウィンドウもついてますから、はい、エアコンもちゃんと、まあ、エアコンは前回の車もついてたんですけど、さすがにちょっと音楽が聞けないですもんね、ロングにしようともうそんなことはないって感じなまあ、あれはあれですごく魅力的な車なんですけど、うん、まあ、コンセプトが違う、そうですね、はい、ちょうどいいかなと思いますよね、はい、はいはい、ということでエボ Q さんのエボ9撮らさせてもらいました。もうね、チューニングカーのお手本みたいな車だと思います。ちょうどいいです、このくらいが。街乗りもできて、サーキットも走れてね、ハードチューンもいいですよ、いいですけど街乗りが辛いなんでね、やっぱこのぐらいのチューニングが一番長く楽しめるんじゃないかなって思ってます。はい、ということで、今回、2本続けてエボ2台撮らさせてもらいました。またね、エボが多いだって言われそうですけれども、エボインプ好きなんでね、そこは勘弁してください。はい、ということでまた見てください。ありがとうございました。